はい、どうも、はるです。今日紹介するのはこれだぜ。イエーイ、デュエルマスターズフォーム、デュエルマスターズか。はい、こちらは1つ100円でございます。とてもお安いリーズナブル。89,000 800円は言わせないからな。ガムがついたデュエマって初めてじゃない？あんまなかったっす、ね、今まであったかな。いや、ないと思いますね。早速開けてみます。ラインナップは全13種類。強いのがなるべく出てほしいところ。じゃん、熱血竜、タイラント、ダイラント。俺これ持ってたっけ。全てのクリーチャーは可能であればバトンする。こいつ出すと結構めんどくさいことになりそうだね。2パック目、頼む。デーンと、これはこのパックでしかない限定の絵柄とかもあるのかな。あ、来た、アルミウル、ルシファーバージョン、ルシファー。これルシファーさんですか。はい、シンフォニーデュエル。3パック目、いけ。マリニア。限定イラスト来た。これさ、結構みんなこれ欲しがるんじゃない。面白いね、マリニアンの。これいいじゃん、最高ですね。4パック目、フラスコビーカ。おー、フラスコとビーカーですか。理科の実験に出てきそうな感じですね。コボコボコボ。なーにやってんですか、アニケン。5パック目、計算間違い、ハルです。おめでとう、必殺バトライフィンガー。勝田さんじゃないですか。なんかさ、これの説明文が面白いね。このドローは重いぜ、でも俺は引く。たとえこの指がぺっきり折れようと、見せてやる俺の熱血デュエル魂。ドラ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 、折れたらデュエルできねえじゃねえか。テンション高。6パック目、今回もナッツリカン来ると思った。来ないよ。昨日さ、お笑いベスト3やったじゃん。やったね。隠れたベスト1がでも出てきたよね。そうそうそう、あのタブレット順の、そうそうそう、あれ面白い。ねえ、あれ天才なんじゃないの。すごいよね。ガガピカリア、滝川ルル、ルルさんですね、これ。そうそう、タブレット潤ってさ、マヒナターズにいた時、田淵潤っていう名前だったの知ってる。そのタブとタブレットを引っ掛けてるんだって。そうそうそう、あの人絶対天才だよね。絶対天才だって。どうしてあんなことも思いついたのかね。ねえ、ワンマムさんみたいなことをやってたんでしょう。しばらくちょっと。それはどうかな。激しく扱いしデュエルマスターズ、さあその扱いしデュエマのシーンを 見せて。かっちゃん、私はデコよ、ピカじゃないの。おでこピカリや。7パック目、いけ。なんだこれ。お、ベンちゃんだ。ブレインストーム。ブレインストームって別の絵柄であるよね。あるね。かっこいいね。それはモードチェンジがあるけど。さあ、そして説明文は、次のドローは確率 100%、 勝利の方程式完成。これより証明を、いや証明を超えた超証明を開始する。8パック目、いいね、かぶんないね。爆炎シューター、マッカラン。マッカラン、マッカラン、これって割と最近出たり、最近かな。学ぶそう、でもかっこいいですね。なんか映画初学ぶそう。9パック目、トリケラインパクト、 トイトプスか。あ、これいいんじゃないの。ジュラシックのやつ、これ両面だよね。両面、かっこいい、かっこいい。なんかこのカードはすごく良さそうな気がします。ラストパック、正常流が大金が欲しい。いくぜ、ぜーん、出たー、ポークビーフ。来た。小次郎、
ポークビーフ、野州か豚乳脂って感じですね。はい。これはどっちがモンスターなのか、小次郎がモンスターなの、それともこの牛丼屋にいるこの変なポークビーフのコスチュームを着たおっさんたちがモンスターなのかポークとポークだろうとビーフだろうとどっちの匂いでも何杯行くぜ、行くぞ、王次郎、中次郎、高次郎、あ、小次郎、なるほど、深い闇に落ちてんだ。ガムのお味見してみますか。バナナや。バナナ、へえ、変わってるね。進化。はい、それでは動画閉めましょう。面白かったです。さよなら。バイバイ。